小学校のクラスのいじめの構造とこのようにつぶやかれております。本当にその通りです。とにかくね、はい、あの時の森さんの発言でですね、はいはい、もうアホも、もう猫も釈子もいやわしも反対や、もう森総理最低やって、もうお前もお前もお前もどんどん出てきましたね、有名人が。もう普段政治的なことを言わないけれども、森さんの女性名人反対って言うてる、で、まあ、それでも非常にうんざりしたんですが、もう最近のこの記事ね、はい、あんたも言いなさい、あんたも言いなさい、あんた何も言わへんの、あんたらもう何も言わへんのか、なんかあんたも言いなさいって、なんやねこの態度。本当だ、こうやって同調圧力を加えて、まあ、これ本当にパワハラと一緒ですよね。いやもうひどいもんですよ、これ本当に大きなお世話ですよね。大きなお世話ですよ本当に。いやもうまたね、これ小学生のいじめの構造と一緒やろ、はいはい、お前もあいつをいじめろ、いじめへんかったらお前いじめるぞってなもんでしょこれ。だからこうやってこの小学校の時にいじめをやってるようなですよ、だからもうあの変な奴らがいっぱいいましたでしょ、だそういう人間がこのメディアに入ってんだろうなと思いますよ、これ見てると。いやなんかこう透けてね見えて、透けて見えますよね、なんかもう嫌だなって感じです。そうね、あのこれ、まあ、日本人はという言い方は私嫌いなんですけどね、なんていうかな、こいつは叩いてもええんだというね、そういう一種の社会的コンサンスが与えられたら、一斉に叩きますよね、本当に。これね、もう小学校 の, こうあのいじめの構図と一緒ですよ、うん、こいつはいじめてもいいや、こいつをいじめても俺は何も非難されへんなとなったら、ね、もう喜んでいじめるというね、いけませんね、はい、もうクズやで、僕はだから絶対森さんをもう擁護するんや、はいはい、女は話が長い、うん、いや そんなに、そんな森さん以上に断言することないでしょう僕も話が長いあ、お見事です、自分に返すっていうね、最後は自分に返す、お見事です、はい。では江崎さん、続いてのニュースを選びいただいてよろしいですか。17番いいですか。17、はい、かしこまりました。こちらですね、これね来ましたね、やっぱり、炭素税本格導入を環境省が検討というねニュース。